アイ鉄道 AT-400 系機動車。アイ鉄道 AT-400 系機動車。アイ鉄道 AT-400 型機動車は、二千三年、平成十五年に、JR 東日本機派四十系機動車から一両が、改造されたアイ鉄道の観光用機動車である。風欄、某の愛称が付けられている。アイ鉄道では、1九9九年、平成十一年に、 JR 東日本から購入した、キハ30系機動車を改造した、AT-300 系自走式トロッコ車両を導入。2000年、平成12年には、AT-100 型を改造した小崎機動車を追加して、好評を得ていたが、展望型機動車を追加することで、さらなる集客を図ることとなった。当初は車両を新造する計画だったが、 予算の制約から JR 東日本で廃車されたキ木原511を購入して改造するよう変更されている。登場時は車体の1、3をハイデッカーに3が一般室とされたが AT-103 の廃車に伴い2016年平成28年6月に一般室が座敷に改装されている。合図若松駅合図田島駅間の運用が 基本だが、2012年、平成24年3月からは、野岸鉄道を経由して、東武鉄道鬼怒川線鬼怒川温泉駅まで乗り入れている。AT-400 型は、導入費用に、日本宝くじ協会の補助を受けた宝くじ号である。当初は2階建てとすること、全席ハイデッカーとすることも検討されたが、使用機器の制約や、 トイレを設置しながら大型観光バス1台分に相当する定員を確保する目的から合図田島方、前くらい、側1、3の車体を車両限界いっぱいまで広げたハイデッカー構造合図田島方、後くらい、側2、3が通常の車体構造となった合図田島向き運転台部分を残して車体は新造した部品と交換されている前くらい側運転台は 非貫通構造とし、客室からの眺望を考慮して、全面窓を最大限大きくしている。後くらい側運転台は連結運転される他車両と行き来できるよ貫通型になっている。一般席の客用窓も眺望を考慮した幅 1640mm、高さ 1220mm の大型のものとされた。客用扉は片側2箇所。 一箇所は、後くらい側乗務員扉客室より、もう一箇所は、ハイデッカー室と一般室の間に設置された。ハイデッカー部客席には二人掛け回転リクライニングシートが、通路を挟んだ左右に、各三列設けられ、天井をなるべく高く取るため座席の上の二棚は、設けられなかった。ハイデッカー客席乗客の荷物は、ハイデッカー室に昇降する階段の両脇に、 設けられた荷棚に収容する。ハイデッカー側運転室の助手席側には乗客が運転士の気分を味わえるよう折りたたみ式補助椅子が設けられた。助手席側乗務員扉は客用扉と連動して施錠される。一般部客席にはハイデッカー室と同じ回転リクライニングシートがトイレのない側には8組、トイレのある側には7組設置された。トイレは 車椅子での使用に対応した、真空式のものが、後くらい、即脚用扉直後に設置された。改造に当たりエンジンは、カミンズ製直列横形6気筒 N14、R ディーゼルエンジン、低格出力 221kW2000rpm に交換されたが、変速機は、タネ社の DW10 系、一段三要素、変速一段、直結一段が、 オーバーホールの上流用された。台車も種車のものが流用され、前くらい、即台車はキハ40カンチ無気期車の標準だった。同台車 DT44、後くらい側は、受台車 TR227 で、いずれも上枕空気バネ、軸バネ式である。制動装置も種車の CLE 空気ブレーキが流用されている。保安装置として、合図鉄道線内容として、 ATSSN を野岸鉄道への乗り入れを考慮して ATSTSP が装備された。絹川温泉駅までの乗り入れに備え2012年平成24年3月に東武鉄道用列車無線が搭載されている。暖房装置はエンジン冷却水を利用した温風式、冷房装置は機関直結式、能力 18kW の au26-2 機が搭載された。 ア津鉄道では、1999年、平成11年に、JR 東日本から購入した、キハ30系機動車を改造した、AT-300 系自走式トロッコ車両を導入して、好評を得たことから、2000年、平成12年に AT-100 型を改造した、お座敷機動車を追加導入した。鉄道、東武鉄道を経由して、 首都圏と線路がつながっている利点を生かし、さらなる集客を図るため展望型機動車を導入することが検討された。当初は車両を新造する計画だったが、予算の制約から JR 東日本で廃車された、キハ4511を購入して改造するよう、変更で、二千三年、平成十五年四月六日から a t 1 0 a t 三百一、a t 四百一の 編成による、合津若松駅合津田島駅間の小座、トロ展望列車、小座式トロッコ、展望車、合津ロマン号としてとして、運用を、死した。AT-401 は、導入費用に、日本宝くじ協会の補助を受けた、宝くじ号である。2003年、平成15年7月12日、13日には、阿武熊急行に貸し出され、小原駅、月の木駅間で、 各微に往復運転された。2010年、平成22年2月からは、AT-301 に代わって、AT-351 が運用されるようになり、2016年、平成28年6月からは、AT-103 の廃車に伴い、AT-401 の一般席を座敷に改造して運用している。合図鉄道では4月下旬から11月上旬の、 土休日は1日3本が、2月の土休日は1日2本が、運転されるほか、貸切列車などで運転されることや、AT-400 型が炭鉱で運転されることも、ある。臨時列車として、北方駅まで乗り入れることがあるほか、2012年、平成24年3月25日からは、野岸鉄道経由で鬼怒川温泉駅まで、運転区間が拡大された。 2018年、平成30年9月1日より、野良と美子と野良猫ハートにおいて、主人公役野良が足の牧温泉駅で、名誉副駅長に同年9月17日に就任することを受け、AT-400 型を野良とと列車として運行開始した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。